ベニオフが考案した短周期地震計。世界標準地震計として用いられた。ベニオフ式短周期地震計ヒューゴーベニオフはアメリカ合衆国の地震学者、カリフォルニア国家大学教授、まだチベニオフ隊の発見や優れた地震計の開発で知られる。1921年にポモナ大学を卒業後、はじめは、 天文学者になろうと一時期ウイルソンヤマ天文台で働いたが天文学者が昼夜逆転の生活をしていることを知るとすぐに地震学に乗り換えた。1924年に地震研究所に加わり、1935年にカリフォルニア工科大学から博士号を習得。ベニオフは地震器具の設計に非常に長けていた。彼が1932年に制作した。 超高倍率の電磁式地震計はベニオフ地震計と呼ばれる。地表の2点間の距離の変化を記録するベニオフの美計も同等に有名である。彼の晩年の成果の一つにベニオフ地震計の改良が挙げられる。彼は沈み込みたいで海溝から離れるにつれて震源がより深くなっていることに気づき、この傾斜は沈み込んだプレートの場所を示していると考えた。現在、 この新発自身の領域を同時期に発見した、和ス住オの名と合わせて、和チベニオフ隊と呼ぶ。1930年代初期から、ベニオフは、電子楽器の作成にも取り組んだ。20年以上もの間、ロザリン・トゥーレックと共に、これらの器具の発達に努めた。しかし、これらの楽器を完成させる前に、彼は死んだと思われる。ありがとうございます。